ナイトウィザードリプレイ早急のエンゲージ早急のエンゲージはテーブルトーク RPG ナイトウィザードのリプレイ作品ファミ通文庫の公式サイト FB オンラインにて2010年1月から5月まで連載され同年10月に続編で書き下ろしの真実のディスエンゲージと合わせて文庫化された本事項では真実のディスエンゲージについても記述する以下の記述で 1> 第1話は、早急のエンゲージ。第2話は、真実のディスエンゲージを指すものとする。またリプレイ台については、くくりは署名、くくりはリプレイそのものの台を示す。リプレイ執筆は、斉藤光一。イラスト担当は、石田博之。ナイトウィザード・ザ・セカンド・エディションの新たな敵である、名馬を描いてきた、それまでの流れを組み。 セカンドにおけるウィザードたちに視点を置いた物語となっている。PC4 人のうち3人は、第8世界の守護者の直属部隊、ロンギヌスのメンバーであり、ナイトウィザードと世界観を共有する、セブンイコールフォートレス V3 のサプリメント、セブンイコールフォートレスパワード収録のシナリオに初登場して、以来、 初めて、ロンギヌスという集団そのものに焦点が据えられた作品でもある。ただし、同様のコンセプトのリプレイとしては、ソウルアーツ収録のリプレイ、天の光は、すべて星が先行。第一話の進行過程では、ファンブック、ブルームメイデンの制作も進んでおり、メディア上での公開は本リプレイが先だが、作品上の時系列では、 ブルームメイデンに収録された、リプレイ及び、グリムゲルデの仮面ボイスドラマ、シュベルトライテの槍の直接の続編に当たる。ゲームマスターは、斉藤光一。プレイヤーは、FEAR の菊池武史、田中真治、大畑健と声優の大竹美優。特務機関ロンギヌスに所属する、テストパイロット、天宮イは、名マの襲撃を受ける基地の中で、 一人の少女との再会を果たす。訓練生時代のライバルだった彼女は、試作型の砲器、バルキューレレ一を奪って逃亡した。彼女を追う際は、残された、もう一本の砲器、ノートゥングを借り、空を駆ける。取り戻すのは、奪われた砲器か、己の誇りか、それとも、プレイヤーによって操作するキャラクター、PC、名前の横に、 括弧で記述されているのは、プレイヤー名である。ウィザードクラス及びスタイルクラスの横のレベルは、第1は開始時のもの。総合レベルは1である。属性についてはスラッシュを挟んで、左側が第1属性、右側が第2属性となる。PC 番号はスラッシュを挟んで、左が、早急のエンゲージ、真実のディスエンゲージ、右が、星空のラストリゾート時のもの。 なお、各キャラクターの総合レベルは1である。GM が操作するキャラクター。NPC。ナイトウィザード裏会の魔王名マ、それまでのリプレイにおけるロンギヌスは、個々の隊員が PC として活躍するケースこそあったが、集団としては、強大な神マや名マに応戦しては撃破される。エキストラ的な役割がほとんどだった。菊池曰く、アンゼロットならやりそうだ。 大畑によれば、絶対的な方角がわからないとのこと。ヒーラーであるため攻撃要因からは除外していた、ことの行動カウントが残っていることに、菊池が気づき、それを受けた大畑が、ことの高い魔導パラメータを生かす攻撃手段として、本来は全ウィザードの基本攻撃手段である、アンアームドマジックを提案した結果である。第1話のセッション後に行われた、 グリムゲルデの仮面において、この設定がついた。プレイヤーの田中の演出である。リプレイ、黒木星の巫女で、ヒーラギレンジが飲まされた、下がるお茶の改良版である。時間軸的にはリプレイ、グリムゲルデの仮面での出来事ということになる。早急のエンゲージは、ナイトウィザード・ザ・セカンド・エディションと、セブン・イコール・フォートレス・メビウスを連結する、事件。 第二次古代神戦争の一環である。早急のエンゲージは 200X プラス2年12月の出来事である。バルキューレシリーズを用いて、神話時代の放棄、オーディンスフィアに封印された球体の名馬を孵化させ、マケニアルティシモや七罪の宝玉に変わる、名国王メイオルティスの力の源泉とするという、セオキルスの計画の度重なる失敗を横目に、 同じ名国4天皇であるレオガルスは、その狙いを、バルキューレシリーズの1号機、ブリュミヒルデに絞った。彼は、バルキューレシリーズの主任開発者である街方ツ紙に、接触、その精神を誘導して、ブリュミヒルデの負荷を目論んだのだ。しかしこの計画も失敗に終わり、メイオルティスはシンの魔王の中でも、流動的なスタンスを取るパールクールに接触する。一方、 第三の名国四天皇、ロナミルスを動かし、ザ・ゲーザーの残した、ゲーム神覚醒システムの起動をもくろむことになる。ありがとうございます。